ちょ、ラジオ味に物申すわ。ラジオ味、俺全くさ、YouTube に参加したとき、ラジオ味のこと全く知らんかったの、ただのおじいちゃんと思って頑張れと思って応援しとったんだけど、その時のその考えが、ラジオ味がトークライブやって1000円ファンから巻き上げるっていう話を聞いてからもう考えが180度変わったわ。なあ、有名人、ただ YouTube で人気者だけで芸能人ではないわけだよ。本当にラジオ味なんて。な、面白くもないし。な、本当に。ただのおじいちゃんなんだよ。そんなおじいちゃん、見てるやつがトークライブやるから、1000円、みんなから徴収するみたいな考え俺は気に食わん、本当に。そう。そういう、そう、それやったら普通にオフ会やってファンと交流するっていうのが、やっぱね、心ある人のことがやることだし、ボランティア精神でやるみたいなことなんだよ、本当に心の広いことは、広い人は。それが、お金を巻き上げて、トークライブやりますよみたいな芸能人ぶるのは良くないと思うね。普通は無料でやんなきゃダメだよ、そういうオフ会は。うん。だって、ねえ、普通の一般人だよ。なんも面白くねえ。ジヘもミンミンもさ。なんでファンからお金取んのと思うよね。マジで。だファンに、だって動画上げてさ、ファンからお金もらってるわじゃん、YouTube 広告っていう。もうそれだけで満足できずさ、トークライブやって、ファンから金を巻き上げる行為。それ良くないと思うよ、ほんと。広告普段クリックしてもらってるのはファンに還元っていう意味で、無料でオフ会やって、無料でオフ会やって、ワイワイやるっていうのが筋だと思うよ、俺は。そういうさ、もう利己的な考え方、自己中、自分だけ良ければいいみたいな。ファンの財布のことは気になりませんよっていう考え良くないよね、俺は。俺はそう思うんだって。本当に。だから、ジヘもミンミンもさ、誰だっけ、ラジオやし？もう嫌いになったよね、あの動画一見で。トークライブやるなんて聞いたもんだからさ、一般人のくせに。なあ、それすっげえ思ってよね、本当に。そう思ってる人結構いると思うんだよね、俺以外にも。俺が思ってるんだからね。バイ。マジゴミどもだよ。